投資の可能性を全て人にこだまです。今日はバフェットが次に追加買い候補日本株参戦というテーマで動画を同定していきます。私のチャンネルでも年 1,2 回ぐらいこのバフェット買うかも日本株シリーズ展開しておりますが、最近になってウォーレン・バフェット氏が率いるバークシャーハサウェイが円建ての債券を追加発行しまして、それが2019年を上回る規模となりました。この2019年に投資した分は翌年2020年の日本の5大商社株買いにつながっており、その後の商社株の急騰についてはすでに多くの方がご存知の通りです。今回これだけのですね、円建ての資金を調達したわけですから、以前にもして、バフェット氏による日本株への追加投資が期待されています。というか、現在進行形でやってるかもしれませんね。で、バークシャーハサウェイのポートフォリオの比率を見ますと、日本のですね、各大手商社、ポートフォリオのすでに 7% を占めていて、ここまで上昇していることを考えると、また買うにしても大きく買うことは考えにくいです。そうすると当然、新たなですね、日本企業への投資があるんじゃないかという話になってきます。再び円安も進んでますね。今日はそんな状況で、バフェット氏が次にどこの日本株に投資しそうか、私の最新の見解について話していきます。なおですね、よく言われる銀行や保険などの金融系は今回除きます。私も以前言及したことがありますし、実際ですねメガバンとか大手の保険会社、オリックスのような金融株はですね PBR も安くて配当利回りも良くて、十分にですね候補になりそうなんですけれども、それだと面白くないので、もう全く別の業種で可能性を探っていきます。ちなみにですね、現在のバークシャーハサウェイのポートフォリオを見ますと、トップがですねポートフォリオ比率 28% でアップル、次にですねクレジットカードのアメリカンエキスプレスや大手銀行のバンクオブアメリカが入ります。あとは保有比率4位のコカ・コーラ、8位のクラフトハインズ、そういったですね長く消費者から求められるような一般消費財の銘柄に投資するのも特徴的です。あと近年では日本の商社株、それに加えて5位のシブロン、6位のオクシデンタルなどエネルギー資源系の投資比率も上がってきました。今回のですね銘柄選びの一つ軸になるんですけども、バフェット氏中長期にわたるインフレを意識している可能性が結構あります。アメリカの方はですねだいぶ物価上昇が落ち着いてきたと言われてますが、9月の CPI は前月よりは下がったんですけども、予想よりは上回る 2.4% と、以前より落ち着いてるものの、まだまだ油断ができませんね。1970年代にはインフレがですね収まったと思ったら、早すぎる金融緩和で再度ぶり返したという歴史もあり、そう考えると高金利、資源高に強いエネルギー株や商社株を入れてくるのもうなずけます。以上の点を踏まえて、まず割安で業績に成長性があるということ、競合他社と差別化するような高いブランド力があるということ、それからまたインフレが粘り強く続いた場合に追い風となるような業種、以上の基準で、次の候補銘柄を考えていきます。ぜひ最後までご覧ください。今週来週は選挙ウィークということで、相場環境もですね不安定になることが予想されます。ただこういったですね不安な時期こそ長期投資には最高の仕込み場です。こちらのチャンネルの公式 LINE の方で、そんな中小期投資の絶好の買い場になる暴落期の見極め方や、投資手法を解説した講義動画を LINE の投資登録者限定で無料でプレゼントしています。もしご興味があれば概要欄のリンクの方から見てみてください。それでは本題に行きます。バフェットが次に追加買い候補銘柄その1が2502のアサヒグループホールディングスです。ビールや飲料を中心に、国内で大手なのはもちろん海外にも展開していて、売り上げ構成はこんな感じ。適度にですね円安の恩恵を受けやすいのと、海外企業の買収や値上げなどによって年々この通り増収増益を繰り返している有料企業になります。直近ですね9月に株式分割して一旦急落して、ここのところの円高懸念もあり、株価としてはそんな冴えないんですが、PBR はですね、1倍割れ、配当利回りは 2.61%。配当によって特筆すべきは、その安定性です。今期はですね、過去最高の配当予想で47円。12月が決算月です。ここのところ安定して増配してるのはもちろん、なんとですね、過去40年、減配の実績がないんですよね。会社として標榜してるじゃありませんが、実質累進配当。配当成功は 37% と全く問題ありません。財務においても特別ですね、優秀ではなかったんですが、近年の工業月によって、自己資本比率は 50%の近く、有利子債倍率も3年で割合を 40% 以上削減しています。こういった財務環境が整ってくると、配当安定するのはもちろん自社株買いにもつながってきやすく、株価に上昇圧力が働いていきます。株主還元は2025年までに 40% を目指すと書いてありますので、さらなる還元が期待できますね。直近の業績においては国内外で酒類を中心に値上げとプレミアム戦力が効果的で業績上昇につなげています。ただ売上はともかく日本や海外を見てもですね、劇的に販売数が伸びているわけではありませんので、プライシングと円安が上乗せされた結果、数年前までのコロナで抑圧されてからの経済再開によるリベンジ消費は一巡したと見られます。なのでそういった追い風の時期がですね一旦終わって大きく変化がないからこそ、アサヒの株価としてはこの通り1年以上レンジ相場のような動きとなっています。ただですね、株主還元が強力で国内外でシェアのある、大手の株が PBR 1倍割れで割安ということです。そしてあとは、代表製品のスーパードライや海外ブランドを中心としたグローバルブランドを持っているという点も見逃せません。バークシャーハサウェイのポートフォリオを見ますと、コカ・コーラやクラフトハインツ、いずれも世界的なブランドで景気に関係なくディフェンシブ性があり、それが会社の競合優位性になっています。で、私も特にですね欧州や米国に旅
行とか行くと、日本のビールメーカーの中では、特にですね、アサヒのドライが多く、それも圧倒的に取り扱われているところを見ています。まあそういったですね、すでに海外で評価されているブランドを持っていて、細かい話もしませんが、最近は、まあ日華など日本のウイスキーも人気が急上昇している状況ですから、割安性、収益の安定性、まあそして飲料におけるブランド、まあ株価として派手な動きはしてませんが、まあ候補銘柄としてあり得るなと感じたので、250にアサヒグループ、紹介させていただきました。バフェットが次に追加買い、候補銘柄その2が6501の日立製作所です。ここに来て V 字回復。日本最大の、まあ、総合電気、充電器メーカーです。電気メーカーといっても定義づけがすごく難しいんですが、家電とかではなくインフラに強いですよね。企業の根本的なシステムを担うデジタルシステムサービス、エネルギーや鉄道、建物の中の管理や計測、効率化を行っていくコネクティブインダストリーズなど、まあ、大手などが当たり前ですが、かかる分野は多岐にわたっています。2010年代後半はですね、結構低迷も続いていたんですが、まあ、広がりすぎていた事業を先ほど話した社会インフラ4事業にリソースを集中させまして、まあ、以降は円安やバリュー株人気もあり、8月の暴落もなんのその綺麗なですね上昇が続いています。まあ、こんな上がり方してると割安とは言いにくいかもしれません。まあ、実際 PR は 29.8 倍、 PBR は 2.98 倍と、もう1倍割れが常態化する東証プライムの中ではしっかり評価されている数値かなと思いますし、配当まだ確定しませんが、現在の株価から利回りで言うとおそらく 1% 前後、高配当でもありません。業績としても今期は売上は減収、ただし利益は増益、悪くありませんが特別成長しているとも言いにくいです。まあ、それでもバフェット氏が買ってきそうな理由としましては、会社の成長余地と、あとは多く買っているインフラという分野です。ここまで株価上昇してきましたが、それでも PR29.8 倍や PBR2.98 倍というのは米国の成長企業に比べればまだまだ安い水準です。そしてですね、会社の事業を整理することにより、まあ、利益率が急速に高まってるんですよね。まあ、これまで良くも悪くも伝統的な保守的な日本企業だったところからかなり合理化されて競争力を持ってきた何よりの証です。まあ、そしてですね、携わっている分野が、まあ、インフラの中でも成長性が高いんです。まあ、金融を中心に、まあ、デジタルインフラの整備のニーズが急速に高まってますし、まあ、エネルギーに関してもこれだけインフレの時代ですから、再生可能エネルギーの普及やプラントの建設というのも、まあ、国としての喫緊の課題です。まあ、最近では DX インフラのルームアートなんかも注目されてますが、まあ、今年の見通しを見ても前年比で大きくプラスです。まあ、こういったインフラ自体が長期で巨額の取り組みが必要ですので、まあ、そう簡単に他社で真似が出ないということ、あとですね、三菱重工のような、まあ、防衛関連も広報として考えたんですが、まあ、あまりに分かりやすくて人気化している、まあ、そういった思いっきり国防というよりも、まあ、少し離れて電力やインフラといった、まあ、そういった分野の方がまだ手堅い。そして割安ではありませんが、2016年、バフェット氏は当時割高と言われた、まあ、アップル株を普通に買いに行ってますから、単純にその時の株価のチャートとか、まあ、高い低いではなく成長銘柄に投資する際は中長期の成長性と、あとは利益が改善していくか、まあ、そう解釈しましたので、普通に考えると割高ですが、6501日立製作所候補銘柄として見てみても面白いと思います。10月30日に決算がありますので、まあ、時期から考えても今投資するのはやや難しいような気もしますが、もう長い目で見れば注目してみてもいいでしょう。バフェットが次に追加買い候補銘柄その3が5401の日本製鉄です。今度はですね、戻ってきた割安高配とか、今日米で大揉め中の日本最大手の鉄鋼メーカー、まあ、その名の通り製鉄を中心に、まあ、世界第4位のシェアを誇り、なんとついにはですね、アメリカの US スチールを巨額買収することが決まっており、そうなるとですね、さらに世界でのプレゼンスが高まることが予想されます。バフェット氏が日本の5大商社やオイルメジャーのシェブロンに投資したように、まあ、資源や素材の大元を握って高シェアであるというのは投資するポイントに合致そうです。なおこの US チールの件に関しては、まあ、米国内でも、まあ、阻止したような動きがたまに見受けられますが、もう会社間双方の取引は成立していて、もう完全にですね、選挙前の国内労働者に向けたパフォーマンスと、まあ、見ていいと思います。なので今更肌になることは考えにくいですね。株価としては昨年大きく上がった後、今年はですね、半年ほど下落基調で、まあ、グズグズしたチャートです。まあ、ただ PBR は1倍割れ、配当利回りは 5% 超えと日本株の中でも指折りの高配当です。業績はですね、直近足踏みしておりまして、まだですね、年間の利益の見通しが確定していません。11月の7日に決算が直近控えています。配当金においても据え置いてますから、まあ、会社としてもそこまでね、好調ではないです。まず国内の鉱材需要は頭打ちというところと、世界的に見ても素鉱生産が悪化しまして、まあ、円安があったりコスト削減をしたり何とかして収益を保とうとしますが、まあ、依然として不透明性が大きいです。まあ、鉄鋼価格も下がってます。まあ、ただですね、目先は確かに調子悪いんですが、会社としては収益体制を変えていく途中段階にありまして、その点では注目したいところです。まず US シールの買収、まあ、それからですね、鉄鋼とは言っても何でもかんでも生産するんじゃなく、付加価値の高い商品
品に絞ってきています。まあ、特にですね、世界的にニーズが高まっている電気自動車のモーターに使われる無方向性電池鋼板、まあ、車の車体の型となる、まあ、鋼板に建物に使われる、まあ、鋼耐食性メッキ鋼板、油田などの採掘に使われ強度が高く組み立てが簡単なハイアロイシームレス鋼板など、まあ、言ってしまえば高く売れる商材に全世界方面で注力することによって、ここのところ利益率を急速に上げていきました。まあ、先ほどの人たちもそうですが、まあ、自動車やインフラに関する鉄鋼のニーズは強く、まあ、それでいてすでに世界4位のシェアを誇っており、そこまでね、安定性ありませんが、配当も高配当。しかもね、株価も下がってますから、バフェット氏が買いに来てもおかしくありません。あとですね、鉄鋼は、まあ、エネルギー株と同じく、やはり市況に左右されますから、まあ、資源価格が追い風となります。金属価格についてはですね、もう2022年から上昇して、一旦落ち着いてるんですけども、冒頭でも言いました通り、まあ、世界的なインフレがもしも繰り返すようなことがあれば、まあ、追い風になりやすいです。まあ、そうでなくても、好景気の時には、まあ、上がりやすい性質がありますから、まあ、その点割安で、まあ、高い収益性を生み出す強いブランド力とシェアがあり、まあ、時代の流れにも即しているという点では、やはりですね、注目しておきたいですし、まあ、日本製鉄に限らず、まあ、他の主要株なんかも発生して見ておくといいかもしれません。本日の動画は以上となります。まあ、冒頭でも紹介しました、チャンネルの公式 LINE の方で、バフェット氏も気をつけるであろう、まあ、暴落時期の大底での中長期株の仕込み方、それを解説した講義動画や、私の監視している後輩と銘柄のリストを無料でプレゼントしています。LINE の友達登録に関しましては、概要欄のリンクの方からやってみてください。まあ、それからですね、本日の動画ですね、役に立ったなといいなと思った方、ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。まあ、少しね、ひねり出した感のある銘柄リストでしたが、まあ、よく言われる金融株も含めて、まあ、中長期では日本株に多く資金が入ってきそうな流れですので、まあ、目先株価はね、ちょっと荒れ気味ですが、まあ、長い目線で付き合っていきましょう。今後もですね、役に立つ動画を出すように頑張っていきますので、チャンネル登録も今期間によろしくお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。